はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日はケットやっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールは草原に雨が降っているというわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、はい、こちらというわけで4枠目メインキャラクターひなかげ使っていこうかなと思うんですけども、2020年の10月頃かなに登場した限定キャラクターというわけで、もう3年前のキャラなんですけども、最近技レベル上限解放しました。弾が余りまくってるんで食わして、全部15にしてきたんで、弾27個食わした。この力発揮してもらおうかなと思うんですけども、必殺、敵単体に 520% ダメージで 5% の逆襲で、1万の貴族性ダメージ、1万の緑属性ダメージというわけで、属性ダメージ2つ持ちの逆襲ダメージなんですよ。まあパーセンテージ 520% なんですけども、ダメージはまあまあ出るんじゃないかなと思っている。で特性で、感電43万軽減と、攻撃 24% アップ、ほんで4ターン目緑と黄色全二次変換というわけで、なんか黄色もね、あの実質持続性になるというわけで、まあ盤面つながりやすくはなってるんじゃないかなというわけで、ラスアーク盤面整地関係なくザリンとガイ先生でただの火力というムーブやっていく。さあというわけでやっていきましょうか、よろしくお願いします。というわけでピノが来たというわけで食ったろか。最近ほんまに暑いですからね、ぜひ皆さん水分とかね、甘いもん、冷たいもんとか食べて、熱中症にはぜひに気をつけてほしいなって思うっていうね、好感度爆上がり。で、ここに関しては、そうです。なんでお前可愛い子ちゃん連れてきとんねん、僕は。何僕は女子高生のことしか考えていないみたいな、すごい思考を持った人間なっとんねん、僕は。やめてや。そういう考え僕持ってないんで、そういうのちょっとやめてほしいなって思うんですけども。で、1枠目で割る必要はなかったんですが、まあいいとして、ここ、可愛い子ちゃんは可愛い子ちゃんでもちょっとね、異能力持った可愛い子ちゃんに次変更していこうかなと思うんですけども。で、2枠目サイカル対面と、あ、バフ会パーティーか。いいね。最近ね、ちょっとガイ先生のパーティーに、しばき回されて、もうトラウマなんですよね。ガイ先生を目の前にしたら僕も足が引けてもう立ってられないんですけども、ここ5個割りですか。なかなか回復されるね。まあ、ラス枠に行くことはこれで確定したかな。ほんで、ここに関しては、まあ、マンソルちゃんと、これは、まあ、順当に発動、あらら、稼働を取っていく。これアタック25やったらファインプレイなんですけども、ジャンことジャンプ地に関してはマジで悪手なんですが、あ、ただ繋がったんでよしとしておきましょうか。で、ぶち割っていきまして、盤面全割りできてレジェンドがたまらんと、レジェンドどうしようかなと思ったんですけども、まあ考える意味なかったというわけで、で、ダメージいかほど、これ、炭治郎結構入るで。いいね。バフ回積まれてんねんけど、まあまあ入った。まあ回復されるんであんま意味ないんですけども。まあまあまあ、火ダメ回復が、この炭治郎の真骨頂なんで、ダメージはどうでもいい。ほんで、ここ。やっぱり、おるなぁ、死柄木は。やっぱ必殺ダメアップ。今、どう積むか、かなり、課題。そこなかなかプレイング必要ですよね。ガイ先生のパーティーとかやったら、まあ、過剰に積むんであれなんですけども。こういう攻撃力アップを、まあ、積むパーティーに関してはね、どういう風にまんべんなく積んだらいいんか。やっぱり今も環境的にも、みんなの考え的にも、もう必殺ダメアップ適当に、積んどいたらええねみたいな解除。そういう認識なんでね、そこをうまいことやっていかないといけないという状況ではあるんですけども。ここに関しては、無双さん。無双さんちょ発動して、繋がらんかな、ワンちゃん。惜しいことになっている。まあいいでしょう。そうですね。まあ、ぶち割って、え僕今、どこを何した今。今僕は何を、どこをどうしたな。なんでこんなことなったん盤面。意味がわかんないんですけども。まあ、ダメージいかほどというわけで。
ここをミスタップしたん痛すぎるな。まあその分、ここ日向陰の火力伸びるんでいいんですけども、毒ダメージ1個割りで11万出たか。全割りしたら60万ぐらいは入ってたな。まあよしとして、ここに関しては5つ割りないしは4つ割り、5つ割りの未来が見える生人間か、これ生人間というわけでね、ありがたき幸せ。ほんでここ素晴らしい、マトリックス精神久々に見せてくれた。これはでかいね。ガイ先生クソぶっぱしていきまして、ブチン割り、1,2,3,4,5,6,7 個お姉さん超越ですね。まあ、ここまで割る予定なかったんですけども、まあいいとして、相手さんバフ265の必殺ダメはリサ戦、こちら側421必殺ダメもまあまあ詰めてる、以下ほど7個お姉さん超越。これ結構ダメージ入るくない？見してくれ3年前の日向陰上限解放の強さってやつをよ。弱くね？ちょっと待ってちょっと待ってくれ、弱くないか本当に。ちょっと待ってくれ、嘘やろ。いただきの景色僕見ることができないのかなあ。僕めっちゃ今日家出る前に楽しみにしてたのに、この靴の下にバネ仕込んで飛ぶ準備してたのに。そうですか、飛ぶ瞬間に地面底抜けて僕マントルと同居してるというわけでね、ありがたき幸せなんですけども。ほんでもって1枠目ボチン割りですか。今の日向陰なんであんなダメージ入らんかった？バフ的にはそんな粗相なかったと思うけど。あ、ほんでミスっとるやんけ僕。また可愛い子ちゃんの JK 思考になっとるやんけ僕。ちょっと待ってくれ、こいつが先般って可能性もあんねんけど、47しか詰めへんし。ただな、必殺ダメージがやっぱりあんまり詰めへんかったことがまあ懸念点ではありますかね。それで言うとここしがらきやめて誰がしの何がしにチェンジした方が良さそうやな。必殺ダメージここでバカほど積むみたいなパターンにしましょうかね。属性ダメージのキャラっていうのは必殺ダメージアップを割かし積んでる方がいいんですよ。ただしかし今のパーティーは攻撃力アップを全力に積むパーティーとなってるんで、まあそれでもダメージは全然出んねんけど、属性ダメージ生かしたかったら、必殺ダメアップちょ伸ばしたいんで、次ちょっと変えましょうかね、友情技。ほんで上書きされなかったんでいいんですけども、これね、イチゴが意味を成していないんですよ。なのでこれここに着地して、レジェンド発動してレジェお発して、でもってそうですね、これ順当にやっとく。あ、いいやん、これここ割って右割りましょうか。これでうまいことなりましたな、素晴らしい。レジェンドもたまって必殺6つ割り、炭治郎は必殺1個につき火ダメバフ 30% なんで、これ 6×30 なんで180入るわ、強すぎる。でもってここに関してはここ逆にしがらきでぶち割りしてもうたらここで勝ってしまうな。ここで勝つんがこのパーティーというかジャンプ地史上僕一番おもんないと思ってるんで、あとは30万回復、いやしがらきを侮ることなかれ。ここはね全力出したら絶対にここで勝ってしまうんで、勝ってしまうという強者の悩みなんで、これは必殺自動変換のやつプラス吸収の1個合計2つ割りしましょうか。これでいい調整入るんじゃないかな。毒ダメージもこれ30万ぐらいしか入らないと思うんで、まあこの相手のオールマイトの回復と相殺って考えたら、この必殺2個で相手の HP 59万削り切ること絶対に無理なんで、100% 耐える。
素晴らしい。これ2つ割りでよかった。3つ割りやったらちょっと危なかったな。ほんでここの毒ドダメージも50万絶対に入らないんで、あ、危なそんな入った。あ、そうか、やけどダメージ忘れてた。炭治郎のやけどそんなに入んのか。ただこれそこを僕いい誤算が発動してうまいこと首の皮1枚して殺して状態なんで、これぜひにね葬っていこうかなと思うんですけども、ここに関しては友情技はねいいと思うね。この友情技めっちゃザリンで必殺ダメージアップできるし、ほんでガイ先生で必殺2個割分の火力もできるしっていう、なかなかいいムーブ取れてるって個人的には思うんですけども、まあバフ見ていきましょうか。まあ相手さんバフ見る価値なし。はい、こちら側553必殺ダメージもめちゃめちゃ詰めてるんで、これやっぱりさっき必殺ダメージアップ全然詰めてなかったからダメージ出なかったと思われる。そう信じたい。あ、ここゆる属性か、素晴らしい。まあいいんじゃないかな、有利属性やからあんまりデータ取れへんけども。ただやっぱり必殺ダメージ 520% っていうのがまあかなり肝にはなってきてますよね。いくら属性ダメージ2種類とか逆襲ダメージついてるといえど、ちょっと厳しいもんがやっぱりあるんかな。あ、ほんでまた1枠目変えんの、なんでみんな言ってくれへんの、性格悪いわみんな。なんでさ、そう今見てるやん僕のこと、せやのになんで言ってくれへんの。あ、ちょマルトラ君、マルトラ君忘れてんでって、なんで言ってくれへんの、性格悪いで自分ら。そこちょっと改めるようにねみんな。ほんでもって2枠目しがらきか、庭しがですか。これちょっと対面的にきっしょいんですけども、で、3枠目にあいつがいるということは、これ耐久パーティーかっていうわけでもなさそうなんですけども、全割りされたらダメージかなりやばそうな気がする。で、レジェンド2発やろ？ここダメージ結構入るな。上割りからの緑割る可能性もあんな。そこの緑割って全つなげか？割る。あれそういうパターンはちょっと望んでなかったね。まあレジェンド全発できるんですけども、これ次枠のダメージ恐ろしいで、恐ろしいで、次枠のダメージこれきっしょいもんがあるよこれ。ほんでここに関しては、レジェンド発動したら次ダブコピーあった場合、このレジェンドのバフ吸収されるんで38温存していきまして、んーでまあダメージ以下ほどなんですけども、あーまあまあ入らんと。まあ必殺ダメージ全然詰めてないからな、まあしゃあない。んー、あ、しがらきも、あー、オーケー、素晴らしい。んーでもってここなんですけども、やっぱり必殺ダメアップクソほど解除されんな、なかなか厳しいもんがありますね。これちょっとやばいな、この盤面は。何個割りや、 1,2,3,4,5,6,7,8 9個割り、9個割りか。ただジョルノとか一切発動されてないんで、そんなにダメージは痛くないと思う。であいつさん、あれも積んでるし、ガードも積んでるし、回復も積んでるんで、これは、全力でいいな。これクソぶっぱ決めましょうか。はい、こんな感じでレジェンドも勃発発動してよろしいな。ここでレジェンド2発できんのはまあまあでかいね。んーでもってレジェお発していきながらの、吸って5個割りか、なかなかいいダメージ、これ毒入るんじゃないかな。70万60万ぐらいはおそらく入るんと違うかなと思う。んでこっちも絶対耐える、うん、100% 耐える。そうですか。浦原さん9個割がその火力、状態以上の方がダメージ出とるやんけ。んーで毒ダメージこちら側70万入ったんで、なかなかいいもんがありますな。さあラスワーク、これはジョルの付随か。
そうですね、まあ属性有利取れてるんで多分勝てるというか絶対勝てる自信しかないんですけども、ほんでここに関しては定番のムーブなんですが、これレジェンド、あ、いけるな、ガイ先生で 50% アップなんで、これは、これは連鎖ができひんけど、まあ、相手さんバフ170の必殺ダメ残りカス、こちら側、596の必殺ダメがカスなんですよ。以下ほど4つ割り。まあ、火力的には5つ割りなんですけども、これダメージあんま出えへんかな、どうでしょうかという状況なんですけども。あ、それでも200万は超えるか。まあ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 、いいダメージ出してくれたんじゃないかな。ああ、毒ダメージが強い。3枠目変えまして、朝日にしますわ。このね、首相というか、エースから、次期エースに行くっていう。このね、並びね、素晴らしいもんがあるんですけども。まあ僕、配球あんま詳しくないんですけども。ここに関しては、そうですね、先に寝切っていきまして、あ、ちゃんと変えてきまして、で、ここ割って敵ミック発動して割ってレジェンド発動という定番のムーブでいいかな。ほんでどうせ相手さん2枠目パターンなんで 100% 溜まっとるんで、はい、素晴らしいんですけども、これ3枠目で勝ってしまうな、おそらく。あー、ジャック、これ2枠目で負けてまうな。3枠目とか関係なく2枠目で負けるわ、これ。これは、2枠目で負けるね。ここ割りでしょ？あー、まずいね。これ60万ぐらい入るんちゃう？あれ？言うほど入らんかった。あ、そうか、バフ積んでへんからか。ちょっとこれ、先行なん響きまくってんで。この先行ちょっと響きまくってない？さすがに。さすがに響きまくり散らかしてない？これ。きしょいもんが悪くない？これ。さすがに。これはね、浦原さん発動して、全割は一応できますかね？爆発範囲等々で。あー、できるね。できるんですけどもっていうパターンやな。これは、レジェンドはたまる。あー、一個。んで、ここなんですけども、いや、これ先行取ったんが負け筋っていう定番の虫キング芸になってる気しかせんのですけども、3つ割りやったら大丈夫やけど、ダメージめっちゃ入るな、これは。さすがに。あー、なるほど。全回収されていてもギリ耐えれたかなぐらいかな。ほんでここなんですが、まあムーブそんな感じやろ。そうですね、サイカルなんで盤面バカほど割ってくれたら、ここ朝日でバチ割りしても心配がないんですよ。あ、先にレジェンドやったな。まあいいでしょう。そうなんですよ、ここ相手さんにバカ割ってくれることを信じてブチ割りしましょうかね。ボチン割りしていきまして、ほいと。ほんでもって、ここ、ほんまはこう行きたいねんけどな。まあ、スルーしていきまして5個割り。朝日5個割り、ダメージ結構入るからな。言うて 550% なんで。あ、素晴らしい友情技。これは何が何でも耐えてくれようぞ。サイカルって上限解放とか関係なく、無凸で12枚やったっけ？こいつの技レベル育成状況によるとかいう、そういう状況になってる可能性もなきにしもあるぜやねんけど、七子お姉さんムーブ。まあ何が何でも耐えてくれんな。これは朝日全力出してもいいでしょう。おいと、1。ほんでもって朝日。思いのほか弱い。回復されなくても耐えているという絶望状況ね。そうなん、朝日。もうちょっと頑張ってほしかったな、今のは。ほんでもって、ここに関してはレジェンド2発、できんのかなりでかいね。発していきまして、さすがに溜まるよなこれ。まあさすがに溜まる。相手さんバフ見る価値なし。こちら側484なんですけども、吸収されるんで、これ150吸収されるんで334ですね。必殺ダメは
朝日というムーブ、朝日どこにいる、朝日というムーブ275、えぐ、朝日一人で275のバフ、必殺6つあり、火力的には7個お姉さんムーブなんで、これはまあまあいいダメージが入るんと違うかなと思うんですけども、まあ属性ダメージはさっき以上にダメージ出るし、まあダメージもちょっともらうんで逆襲ダメージもちょっとは伸びるかなと、まあ思うんですが、いかほどというわけで、で、あいつさん5つありですね。はい、まあなかなかいいダメージもらうんじゃないかな、これ弱点といえども、まあいいでしょう、行ってくれひなかげよ、板垣の景色、あ、まあ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 いいんじゃない、うん、さあというわけでラスト1回やっていくんですけども、まあひなかげに関しては友情技がめちゃめちゃ強くなったんで、なんかその分メイン性能はまあ調整された感が否めないっていうのが正味な意見ですかね。うん、だからまあメインで使うのではなくて友情で使ってねっていうキャラになってるんちゃうかなってまあ思うんですけども、でここに関しては2つ温存定番ムーブ、相手がね、またガイ先生か、ガイ先生まだまだおるな、一瞬消えたかなと思ったけどもまだ全然おるな、やめてほしいんですけども、でここに関してはちょっと盤面がごちゃつきまくってるんですけども、まあいいとして、ここまあ一応吸収されるんできるんですけども、一応ね、まあどうせ次吸収され返されるんですけども、友情ダブコピーあるどうせ、はい、ああ前言撤回していきまして、ここに関してはまあ全回収してくれるんで、浦原さんの強みはそこですね、はい、全回収してくれるというなかなかなアドなんですけども、ほんでここに関しては5つ割りないしは1つ温存ですね、ここ1つ温存されるだけでもまあまあきついねんな、次自動変換2つなんで、まあ基本ダメージ 10% やったかなこの浦原さんは、ただしかしことガイ先生に関してはそんなんあんま関係ないんでね、逆襲持ってるんで、だからできるだけ、回収してほしかったんですけども、回収してくれたというわけで激アツなんですけども、でここに関しては、イチゴ以外、発動してレジェンド、これうまいこと二次変換バグらずにいってほしいなという気しかせんのですけども、素晴らしい子って、下着地でいきましょうか、オッケー、6つ割りかな、決まっていきまして、ダメージ以下ほどなんですけども、これ浦原さんからのダメージも結構もらってまうかな、あーまあまあ入ったな、まあまあいいでしょう、で次朝日なんですけども、ここ朝日全力を出せへんな、またもや朝日で手加減しなあかんっていうムーブ、さっきね朝日の火力ないっていうことは皆さんのそして僕の共通認識になったんですけども、いやーこの盤面に関してはそれはちょっと改めないといけない、その考え方は、なのでここに関しては3つ割りぐらいやったら大丈夫かなっていう感じかな。なので、まあ、レジェンドを発して、これは、わざとごちゃつかせるパターンにしようかな。いや、ここでこう割って、はい。ほんで、せいやくんと、しがらき発動して3つ割りにしときましょうか。はい。これで3つ割り。なんで、さすがに耐えてくれると思う、これは。あ、オッケー。いい調整なったわ。ほんで、やっぱり外線、やっぱり弱体化つけ、うわ。弱体化つけられてたら、やっぱり全然違うな。さあ、ラスアーク。俺はまた気持ちいいもんが入って勝つんじゃなかろうかなと思うんですけども。ラスワーク日和さんか。まあちょっと頑張ってるかなっていうのが目に見える。それやったらカイドウじゃなくて、普通にヒーローキラー積んだ方がよくねっていう、ヒーローキラー体力の方が、なんか強そうな気もするんですけども。これレジェンド溜まるね。2発動はかなりでかい。お発していきまして、でもってぶっちん割り、全回収余裕でできる。邪魔も回収できるね。素晴らしい。バフ。
こっちのバフ今回まあまあまんべんに詰めてるくないか。バフ回も全然されてないんで、相手さんバフまあ見る価値なし。こちら側544、必殺ダメはまあ朝日でちょっと分厚く詰めているっていう、パターンですね。144、まあ以下ほど6つ割となってます。火力的には7光年3ムーブですね、以下ほどというわけで、まあいいでしょう。いいのが入る。やっぱりあの逆襲ダメージとか必殺ダメもりもり積んだら強いな。